こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチャービーター始めていきましょう。あと次の試合まで2週ってことで、これが公式戦開幕前まで、最後の練習試合ってことになりますね。早速行ってみましょう。そろそろ中国人も本格的に動き出したいところであります。緑が正面へ。まあそうなりますよね。マークが甘い。これはどうだったのか。直接突っ込んでいった方が良かったのではないか。まだかエグいカーブです。2点目を取りました。あ、結構近づいてるんですね。まどかスピードもいいな。あっさり取ります。パスが通り、すんなり通りました。ミオをどうする？緑に渡しまして、3点目。これね、練習試合やる必要あるかな。一周休んで、あっと公式戦挑んでもいいかもしれないね。4点目。むしろ怪我して能力落ちちゃう方がダメかもしれないですね。そんな13年目。くるみが取りましたが、これを緑に渡して5点目です。くるみはアシストが増えてますね。試合終了です。5対0、しっかり勝利しました。ちょっと飛ばしていきましょう。まだちょっと緑で叩き出してるんですね。
日はチェスと鹿児島開幕戦ってことで、選手たちも緊張している状態です。テスト鹿児島選手データ見ていきましょう。そんなに強くないんじゃないかな。 N2 から上がってきたばかりのチームです。最初の試合としてはいいんじゃないでしょうかね。少しでもということで、開幕戦テスト鹿児島必ず勝ちましょう。開始です。さあ開幕戦テスト鹿児島でも結構人が集まってますね。しっかり勝っていきましょう。ゴール前まで来てしまいました。こうなるといろいろリスクが伴いますからね。反則でペナルティキックを相手に与えてしまう可能性もあります。さあこちらボールもすごいんです。早く1点取っておきたい。ちょっと遅いか。くるみ、さすがにこれは厳しいか。ピンキーザマのシュートですからね。おお、危ない危ない。オフサイドで助かりました。微妙な判定ですよこれ。命拾いです。弓は怖い。あおー、さあ前に結構出てますね。パンチング立て合わせるか。おお、セーフです。節子の走力もすごい。もうこんなに前まで出てますよ。なんかきついですね。緑に対する、緑以外で得点を取っていく必要もあるかもしれません。これどこにいるんだろう。さあ、課題が増えていきますね。前半はこれとラストチャンスか。え、直線シュート。でももうちょっと右中入ってた可能性ありますね。ちょっと調子に不安がある。丸ごと変えていきましょう。本気に取りに行きます。答えはこう一気にここで使います。
危ない危ない、危険なシーンが続きます。すごい幸子なんかこれはちょっと厳しいゴールキックです。あまりゴールに迫れてないですね。おっとコーナーキックを耐えてしまう。このゲームコーナーキックは危険ですからね。だから夏希が取っていい着せがねました。おっとやばい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 、あーそして奪えた。時短が踏みます。まさか M2 から上がってきたばかりの場所へ捉えてしまうとは。さあ、クルミの怒りが炸裂、スクラムスがすぐ同点。上げていかなければなりません。このゲーム三冠制覇がエンディングですからね。緑あー勝ち越しました。欲しいですね。相手が疲れてきてる？そんなことはないか。おっとチェンジオブペース、気をつけなければなりません。ノーホイッスル、試合終了ですね。開幕戦白鳥の勝利でした。上がりに対して開幕の勝利は実質負けみたいなものです。前半はペース上げられず、これもシュートが外れてしまった。これは危なかったよ。そうです、これですよね。ピンチを救ったと、コーナーキックはピンチを救ったと思ったら、ここで奈良のゴレーが決まって先制点を奪われてしまいます。まさかの展開。さあこれで火がついたのか、田中リバーズ、ラリス、突然奮闘します。なかなかゲーム内にあるんでしょうかね、そういうスペックが。そしてあっという間に幸子投手からやっぱりここは緑、ということでなんとか2対1で勝ちましたね。
ツいただきました。かかりますごいです。ということで、危ない勝利でしたね。ということで、次回は王子シワントス、まあ、C が多いですが S もある。ゴールキーパーの久留美が S が多いので、なかなかシュートを決められないチーム、守りのチームだと思います。なんとか早めに点取って逃げ切りたいとこですね。というわけで公式戦いよいよ始まりました。かなりハードスケジュール、アジアチャレンジトーナメントもあるので、かなりハードスケジュールですが、ここに向けて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。カルチョビットはお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。